福田ドリブルで仕掛けて浅川に通る、浅川先制パンチ成功、 YNCC 横浜浅川が決めました。試合開始早々あっという間の先制ゴール、長野が攻め込んでそこからのカウンター、奥田のドリブル突破、トラップでしっかり前に入った浅川ゴールに流し込みました。今シーズン7点目。このトラップで松原の前に入っていきました浅川。